皆さん、こんにちは。今回は秋篠宮家の長男である悠仁様の大学進学について最新の情報をお伝えしたいと思います。悠仁様は現在筑波大学附属高校の3年生で、今年度はいよいよ受験生となります。宮内庁関係者によると、悠仁様は高いモチベーションを持って受験勉強に取り組まれているとのことです。進学先としては東大や京大、一橋大、筑波大、総慶上智、東京農業大、東京農工大など様々な大学の名前が挙がっています。その中でも特に注目されているのが東大への推薦入学です。悠仁様の母である典子様は東大への進学を強く希望されているとの報道もあります。しかし宮内庁関係者からは、推薦となると数学オリンピックに出場したレベルになるとの指摘があり、通常の東大についてもハードルが高いとの声も聞かれます。一方で悠仁様は高い目標を持って受験勉強を継続されているとのことです。そのまま勉強を進める中で高校の推薦枠を使っての進学という可能性もあるようです。ただ浪人は NG とのことで、本番での一発勝負は避けたいというのが普通の考えだと思われます。推薦枠を使うのであれば総慶上智あたりが当然候補になってくるでしょう。しかしここに来て懸念材料として聞こえてきた点があるようです。それは最初から国内の大学ではなく海外の大学に進学するという可能性です。留学なら前例もあることですし、知見を広げる意味で必要なステップだと言えるでしょう。ただ海外の大学に進学する場合、留年や進級できないというリスクが日本の大学よりも高いと考えられています。小室圭さんや眞子さんがニューヨークの司法試験で苦労されたことは記憶に新しいところです。将来の天皇陛下として浪人のみならず留年も NG だということなのかもしれません。現在ネットメディアを中心に典子様が悠仁様のクラスメートの女子生徒に悠仁様との交際を強要するという事件が話題となっています。ある皇室ジャーナリストによると、典子様は女子生徒に対し悠仁様との交際を迫ると同時に、推薦入試で東大に合格させるという見返りを提示されたとのことです。将来東大に進学されるであろう悠仁様と同じ大学に通わせたいという思惑があったのでしょう。典子様は皇族としての立場を利用し、不当かつ不法な皇室特権を活用しようとしたといえます。悠仁様と共に地区付けに進学した2人の男子生徒に対しても、高校生活のサポートの見返りとして推薦入試での東大進学を約束しているとのことです。おそらく悠仁様と女子生徒、そして2人の男子生徒の4人で仲良く無試験で東大に進学させる予定だったのでしょう。しかしこんなことを許してしまえば、日本の受験制度に対する信頼は崩壊し、秋篠宮家に対する批判の声がさらに強まることは間違いありません。またネット上でも、そもそも知的障害があるのでは、コピペ不正犯が東大に入って将来天皇になるなんて日本の未来は真っ暗だといった厳しい意見が出ています。どの大学に入学するにせよ、必要なのは公明正大なプロセスだと思う。本当に本人が東大を望んでいるのかも疑わしいといった声もあります。実力不足なのに母親の見栄で何から何までお膳立てし、都合よく急増の提携校進学制度などを利用するのは国民の理解を超えるのではないでしょうか。ノブレスオブリージュ、高貴なものの義務がないと受け取られても仕方ありませし、秋篠宮家は眞子さんの結婚問題などのトラブルにより国民からの信頼を失墜させてしまいました。それを回復させようと懸命に公務などに邁進されているようですが、残念ながら逆効果になってしまっているようです。今回の総文祭の公務も大変な不評を買っているとのことです。世間からも悠仁様も同じ高校生なのに上から目線で見学しているのはおかしい、コロナで大変な時期にわざわざ出歩かないでほしい、東大を目指しているのになぜ勉強していないのかといった批判が相次いでいます。連日のように公務に出かけていますが、大学進学を本気で目指しているのでしょうか。
東大を目指すのであれば、高校1年の夏休みから猛勉強しなければ推薦にもかからないはずです。高校生の頑張りを上から見ている姿勢にも違和感を覚えます。参加するならみんなと一緒に舞台の上で発表した方が良かったのではないでしょうか。コロナ感染が拡大している現在、3人揃って出かける必要はないと思います。公務してますアピールは今はむしろ逆効果でしょう。天皇家の正当な内親王である愛子さまがティアラ一つ作らないのに、眞子さんが皇室特権を行使し警護に大金を投じているという話を聞くと不愉快です。これらのことから秋篠宮家に良い感情は持てないという意見が少なくないのでしょう。コロナ感染拡大を理由に伊勢神宮や奈良へのお車移動をされましたが、あの頃より感染が広がっているのだから親子揃ってお出かけする必要はないでしょう。オンラインやビデオメッセージでも十分だと思います。そもそも高校生がこの方々の鑑賞を望んでいるとは考えにくいですし、このご公務自体がなくても困らないのではないでしょうか。秋篠宮ご夫妻と悠仁さまは先日も全国高校総合文化祭の軽音楽部門の演奏を鑑賞されました。高校生がステージ上で軽快に奏でる楽曲に耳を傾け、演奏が終わると拍手を送っていたそうです。その後合唱部門も視察されたとのことです。しかしある秋篠宮家関係者の話では、典子様はこの公務を悠仁様の恋人探しの場として捉えていたようです。典子様は何度も悠仁様にこの中に気に入った子はいましたかと聞かれていたそうですが、内気でシャイな悠仁様は答えをはぐらかしていたとのことです。それでも典子様は可愛らしい子やスタイルの良い子を見つけては声をかけ、ぜひ友人とお友達になってくれないかしらなどと連絡先を交換されていたようです。声をかけられた高校生たちは困惑しながらも、皇族である典子様なら大丈夫だろうと信頼し連絡先を教えていたとのことです。自分が将来悠仁様のお妃候補として狙われているなどとは夢にも思っていなかったことでしょう。秋篠宮家の総文祭公務は収穫ありとの手応えを得られたそうですが、本当にそれで良かったのでしょうか。このように秋篠宮家をめぐっては様々な問題が浮上しています。次期天皇となる悠仁様の進路について宮内庁も頭を悩ませているようですが、国民の理解と共感を得られるような形で決着することを願うばかりです。一部ではそもそも知的障害があるのではといった声も上がっていますが、それは本当なのでしょうか。もし仮に事実だとしたら大学進学などは論外で、まずはその事実を国民に説明すべきだと思います。それでも進学を望むのであれば、公明正大なプロセスを経て本人の実力で合格を勝ち取ってほしいものです。母親の見栄や皇室特権に頼ることなく地道な努力を積み重ねることこそが皇族としてのあるべき姿ではないでしょうか。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。